マスカットナイト新春隠した方がいいですか芸大会。さあ2017年無事明けましたかね、はい、新年といえば隠し芸大会あったんだねえ、あれは元旦だろうね、なんか風物詩だよねあれはね、ね始まりますよっていう感じよね。そうですよね。ですからね、もう我々でやってやろうじゃないかと。あら、うん、このマスカットの皆さんにですね、なんか隠し芸持ってますかと、はいはいはい、アンケートを取ったところ、うん、皆さんがたくさん書いてくれたもののですね、うん、これは隠し芸と呼んでいいものなのか、はいはい、むしろ隠しておいた方がいいものなのか、なるほど、なるほど、全くこの判断がつかなかったんですって、はいはいはい、ですからこの場でそれは隠し芸なのか、うん、それとも隠しておいた方がいい芸なのか皆さんに判断してもらいたいと、うん、ここではっきりさせましょう。わかりました、うん。アンケートで上がったさまざまな隠し芸、それが本当に隠し芸なのか、そのまま隠しておいた方がいい芸なのかを判定します。最初の方はですね、夏目。あら、なんかあんの、ありそうだね、ありそうな雰囲気出すんだよね。どうですか、自信の方ありますか。そうですね、結構昔からやってきてる芸なので自信はあるんですよ、うん、人はやんないような。そうですね、なんでこの芸これを機に、うん、今年はたくさん番組出れたらなっていう、うん、なるほど、それをきっかけにどんどんテレビにね、タイトルはどんな、はい、顔面フラフープ。ちょっと楽しみ、ちょっとこれ隠し芸っぽいじゃない、ね、夏目の顔面フラフープ、今年はこれで売れてやるという勝負の芸とは。はい、大丈夫です、はい、それでは披露していただきましょう。夏目さんで顔面フラフープです、どうぞ。顔でさえ難しいのに怖っ、怖っ、え、何飛んできたよ。でも2周ぐらい回ったけどね。実際どうなの、成功ではない、顔分かんない、その顔、もう一回いける、もうちょっと見たいわ。そうですね、はい、大丈夫です、はい、どうぞ。いや、でも首が落ちて顔が必死でいかなかったの、顔必死で面白いけど顔は夏目のそういう顔見たくないんだ俺首にいっちゃってる、首にいってます、首できるの、はい、首もできます、首はどうよ、首いこうか、うん、首も結構インパクトあるよ。手前でくってパンツがいい感じで見えてる、ね、全体としてすごく面白いです。恥ずかしい、恥ずかしい、顔は必死だし、顔でずっと必死に回してるのビッグランスいいですよ。あ、ありがとうございます、今年おめでとうございます、はい、嬉しそうです。夏目の顔面フラフープ、顔と形の面白さで隠し芸に認定。2人目は上崎。はい、あ、楽器がね、もうピアノ弾けるもんね、うん、そうだね、まあね、いろいろできますからね、うん、さあ、はい、これもあれですか、昔からできるような。そうですね、やっぱりずっと音楽をやってきてたので、うん、ちょっとマスカッツでも音楽の面をちょっと伸ばしていけたらなと思って、うん、じゃあ、はい、その隠し芸のタイトルは、はい、タイトルは鼻リコーダー二重奏の調べです。鼻リコーダー二重奏の調べ、調べっていうの、うん、ちょっと新春らしい ね、 ね、確かにね、おめでたい感じ、本当に隠し芸です ね、 ね、これ上崎の鼻リコーダー二重奏の調べ、音楽経験が物を言う芸とは。それでは上崎しおりさんで鼻リコーダー二重奏の調べです、どうぞ。じゃあまず有名な曲を。すげえ、すごい、すごい、別々やってるよ、すごいよね、これすごいと思うよ、これ。ブッス、顔もいいですし、顔もいいよね、マジでやってるのかな。あれ何、あれ一回ハミング入った、うん、すげえ、すごい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 
れも押し付けたら押し付けるほどいいってことですね。いいですね。ここにね、うん、シワができるんで、眉間にシワ欲しいですね。ギュッと押し付けて、はい、もっとですか。ちょっと、とりあえず、入れちゃってみるやつ。いけるとこまで、うん、入るそれ、うん、形よって入る、うん、いいね、あ、いいね、そのシワいいね、鼻の、うん、あ、いいね、メリーさんの羊、うん、ちょっと上見、ずっと上見ながらとか、目だけ、目だけよ。あ、いい、いい、いい、バカみたい、あ、バカみたい、すごいバカみたい、いい、こういう子街に行ったらすごい、すごい可愛がってあげる、ランドセルショット。じゃあ皆さん判定の方お願いします。 OK、 いいでしょこれ、うん、本当ですか。上崎隠し芸に認定、アドバイスをもらいさらにいい芸になりました。続いては三上、はい、持ってるかな、どうでしょうな、ね、これはどうですか、昔からやってるんですか。そうですね、最近編み出した最近隠し芸かなと思います。その隠し芸のタイトルは500ミリリットルの水をすぐ飲みます。うん、水なんだ。500って大変よ。一気に。結構大変。大変大変だと思いますよ。三上の演目、500ミリリットルの水をすぐ飲む。一体どんな隠し芸なのか。それ500ですね。これは500です。500ですね。それ約何秒で。500なんで。うん、8秒で。なんかあんだね、何百で何秒速があるね。さあそれでは、500ミリリットルのペットボトルの水早飲み、はい、よろしくお願いします。三上さんほぼこぼれてる。飲んでない。8秒で飲みました。見て見て、びちょびちょ、はい、ちょっと結構いつもは飲めるんですけどね。あ、そう。まあでも白いシャツとか着てたらなんかいいかもね。逆に早く飲みすぎてずっとそうやってなんか会えれたりとかしながらね。いけるかな。それ、ね、そしたらそれやってみる。最初に一口で飲んでからブチャブチャつって会えるっていうやつやってみる。はい、そしたら隠し芸じゃないんじゃないかな。今のところ隠した方がいい三上の芸、審査員のアドバイスを受け再チャレンジ。じゃあちょっとタイトルお願いします。ユアの500ミリリットルの水セクシー飲み。だいぶ変わってきたね。早速披露していただきましょうか、うんうん、それではユアの500ミリリットルの水セクシー飲み、うん、どうぞ。飲めるのかな。浴びちゃってシャワーみたいな。嘘でもさ、プチ通そうよ。一回ないんだよ。ガーッからバーッ。今のミネラルウォーター。何マイペースマイペースなの。こっからこう言ってほしかったんでしょ。そう、だからこうやって口が垂れたりとか。一応ね、できますそれ。できます。偉いね、何でもできるって言うから。とりあえずそれではユアのセクシーミネラルウォーターパート2どうぞ。早い、すぐ浴びちゃうからシャワー。シャワー浴びちゃう。我慢できないのかな。ユアのミネラルウォーター決めはね、私も決めはね、決めはできてるもんね。良かったですか、うん、完成しました。まあ、じゃあちょっと皆さん、はい、まあ、完成しました。ここまで改善したなら、はい、ありがとうございます。とにかくこぼし方が下手な三上、おぎやはぎの協力で隠し芸に認定。
さあ続いては小島みなみ。はい。おお。なんでしょう。なんだろう。これはあの昔からやってるんですか。はい、昔からやってます。でもなかなかあの見せれる時がないので隠してきたっていう感じです。うん、おお、そうですか。じゃあ日の目を今日見るんだね。じゃあ早速見せていただきたいんですが、その隠し芸はどんな隠し芸なんですか。エアーバタフライです。エアーバタフライ。エアーバタフライ。大丈夫かな。ちょっと嫌だな。ちょっと怖いですけど。ですね。小島のエアーバタフライ。今までなかなか披露できなかったその芸とは。じゃあ早速見せていただきたいんですが、準備はよろしいですか。はい。すぐできるのかな。そうだね。あそこでいいですね。じゃあ、まあ、さっさりとしてじゃあいきますね。じゃあ小島あの顔顔がすごいです。小島みなみでエアーバタフライです。どうぞ。下がっていっちゃうんだね。エアーの方だと下がってちょっとずつ下がる。本当だね。なんで下がるの。下がったのね。集中だとするのに、変えてる。逆なのかな。ねえ、分かってます自分で。さっきその辺でやってたんですよ。全然下がる。どんどん下がっていくの。あ、そういうやつです。そういうやつね。それ分かってるのね。それでは皆さん判定をお願いします。以上。判定はちょっとこうだな。小島のエアバタフライは今回初の隠した方がいい芸に。しかしもう一個あるんです。もう一個やってもいいですか。何でしょうか。後ろスキップをすごく楽しそうにできます。後ろスキップを楽しそうに。ちょっと見たいな。見てみないとね。披露していただきましょうか。それでは後ろスキップをすごく楽しそうにやる。どうぞ。できない。さんできない。私ですか。え、難しいのあれってスキップ。確かに美穂さんよりも楽しそうだった場合はじゃあいいよ。そうか、はい、じゃあ美穂さんの、後ろスキップで楽しそうにするやつどうぞ。怖い怖い怖い。これはちょっとスキップが下手なんだ。スキップが下手。ちょっと待って、ちょっと比べてみるね。じゃあちょっと続いて。スキップはスキップやっぱ上手いな。はいはい、終了。やばいやばい。上手いな。やばいやばい。楽しいですけどね。楽しかった。やりの方が楽しいですけど。あ、そう。ちょっとやっぱりどうだろう。美穂さんよりは楽しそうだったけど、ちょっと怖いかな。怖い、やばいね。危ない感じする。ちょっと良くなかったかな。家でやってた方がいい。そうですね。じゃあ趣味としてやっていこうと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。小島の芸は残念ながら隠した方がいい芸に。これからは家でやってください。さあ続きまして石岡。はい、石岡前。はい、今日隠し芸は中学校ぐらいからずっとやってます。じゃあなんか技術的には高そうですけどもね。はい、今日は何を。卓球のサーブがすごく速いです。でもよっぽど速くないとね。これはやばいよね。よっぽどじゃないと。石岡の演目は高速卓球サーブ。隠し芸になるには相当速くなければ。あの実は名古屋のマッハ石岡って呼ばれてたんです。名古屋のマッハ石岡。マッハ石岡って呼ばれたぐらいサーブには自信があります。サーブが速いんだ。それ見たいね。見たい見たい見たい。じゃあもうよろしいですか。はい、それでは石岡前ですごい速いサーブです。どうぞ。はい、いや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 全然普通。ちゃんとやってくださいね。ちゃんと返せたら返していいですよ。これ返せるよ多分。お願いします。マッハでしょ。全然速くない。全然速くない。遅い遅い遅いよ。私の方が速いもんな。
いやでもマッハ石岡って呼ばれてそんな上手くもないじゃん。卓球上手い、うん、そう1年で辞めちゃったんですよ部活を。なのでサーブしかまだ習ってなくて辞めちゃったんです。ああ1年で3日にして、いやめっちゃ遅いじゃん。めっちゃ遅い。もういいもういいもういい。もういいもういいもういい。解放やったら取っちゃうから。違う、何この卓球やってやって普通に打ち、うん、ラリーして気合が足んないじゃん、もっとなんかさーみたいな。あ、うん、声ね、うん、そうそう、そういうのやったらいいんじゃない。行きます、うんうん、さーそこで言うんじゃないもんね、うん、でもっとセクシーに言った方がいいんじゃない、うん、さーあーあさーそこでなんか感じてきてるよ、うん、そうまあ見れるよ うん、そこが勝負だと思ってる、うん、サーブまでが勝負よ、うん、そうだ、うん、全然打たない、全然いかない、いかない、全然いかない。かもそういいいいいい、良くなってきました、良くなってきた、うん、さあ皆さんセクシーさんね、判定の方お願いします。まあこれも宴会だったね、宴会呼ばれたらすごいよ、会社の宴会とかも、ね、うん、よしのレベルだけどね、そのレベルで、まあ、一応ね、石岡はエロ卓球で隠し芸人認定、ただし披露するなら宴会で。続いて飛鳥きらら、あるの？飛鳥きらら、あるの？そういうの、うん、この芸っていうのはいつぐらいからできるようになったんですか？はい、近頃は、うん、あのポンコツだとかバカだとか、うん、たくさん言われていて、うん、ちょっとそれだとあれだなと思って手に職をつけようと思って手に職ってちょっと意味が違うんだけどね、話変わっちゃうけど、あ、じゃあ題して、題して飛鳥の七色マジック。マジック？マジック。はい、マジックできんだ。マジック。それすごいね。じゃあそれこちら見てるだけでいいから。うん、じゃあ準備だ、ね。はい。技術だからね。あ、本当に家から持ってきたそうです、ね。私物のマジックセットがあんだ。飛鳥の七色マジック。自前の道具を持ってるほどのその腕前とは。じゃあまずはめでたいので。ちょっと乾杯しようかなと。すごい喋りながら来た。だって種があるでしょ、そんな裏で入れてきてたのも。あ、じゃあ入れます。おお、一回掃除お願いします。いい、ね、でもまだあるんです。じゃあ見るから。じゃあ糸見えてた。すげえ見えてるよ。日本じゃないのよ、日本じゃないのよ。ねえ、ちょっとすいませんね、スタッフの方々カチャカチャやってますよ。裏ですげえ仕込んでくるんだよ。はい、さあ総取りはすごいもの持ってまいりました。怪しいもの持ってきたな。はい、ではまず小木さん。怖いね、これバナナちょっと突っ込んでもらっていい？ジロチンじゃんこれ。これ怖いよね。ここでいいの？いきます。怖いね。いって。ああ。マジでか。強い。強いのです。怖い。そうですそうです。ね、はい。次をこちらの方に差し込んでいただいて。ここ、うん、じゃあ小木さん。え？手を。無理。失敗しそうで怖いよお前。いや、ちゃんとからくり大丈夫？これ大丈夫。危ない。お願いよ。ゆっくり行った方がいい。いいですか？ゆっくりやせよ。そうやって言ったら切れちゃう。3、2、1。ああ。キラだろ。七色マジック。超怖い。
かキララは。ミスるから。違う意味で怖いんだよ。キララの七色マジック。さあ皆さん、じゃあ判定の方。なんだろうな。どっちでもいいけど。どっちでもいいんだよな。勝手にやってもらってもいいし。どっちもいいよ。どっちでもいい。どっちでもいい。見せ方をもうちょっと考えた方がいいかな。そう、裏で全部裏に行っちゃうし。そうそう、もうちょっとそう改善して。顔少し練りましょうかね。マジックもポンコツで隠した方がいい芸人。見せ方をもっと勉強してください。さあ続いては夢かなっちゃん。お、はい、ありそう。これは期待できる。うん、なんかありそうね。いやいやいや。あるでしょう。これは昔からやってる芸なんですか。はい、昔からやってます。小学生ぐらいから。小学生に見つけたんだこの芸。の時に見つけて。すごいじゃないですか。どんな芸なんですか。クリスタルキングさんになりきります。あ、大都会の、大都会のね。違います。クリスタルキングさんを私のなりに、あの愛を取り戻せっていう歌あるんですけど。あ、あるある。北斗の拳の、はい、それを歌うってことですか。はい。あ、なるほど。じゃあ準備の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。へ。続いての演目はなりきりクリスタルキング。夢かなちゃんのクレイジーな一芸をご覧ください。なりきりクリスタルキングです。どうぞ。マスターコナイトは EMF.com の提供でお送りします。続いての演目はなりきりクリスタルキング。夢かなちゃんのクレイジーな一芸をご覧ください。なりきりクリスタルキングですか。私はクリスタルキングだ。私はクリスタルキングだって。ちょっと嫌な支えの怖いな。嫌な声が聞こえました。でもそういうのがね、入ってんだね。今入れてる作業が今聞こえちゃったから。いいのかな、もう入ったかな。それでは夢かなさんで。マイク入っちゃった。できる。私はできる。クリスタルキングだ。マイク入っちゃってるから。なりきりクリスタルキングです。どうぞ。来た。もう入ってんのかな。あれ、よろしくお願いします。メンディスタート。デュデュデュン。自分自分自分。夢かなちゃんはもう完全にクリスタルキングになりきっていた。よっしゃ。これはもう夢かなじゃない、クリスタルキングだ。まだ入ってるよ、あの目は。いいんだよね。終わりだよね。終わり。私まだあります。まだあるのね。はい。どういうこと？クリスタルキング？どういうことなの？世紀末になれます。なりきり世紀末。一回連続で行くの？一回休憩する？休む一回。うん。ちょっと休みます。そうね。じゃあこのクリスタルキング隠し芸としていいのか、隠しておいた方がいいのか、評価の方お願いします。いいですね。もうね、どんどん見せて、うん、ね、うん、素晴らしく入ってたから。ありがとう。盛り上がるでしょ、こんなんやられたら。夢かなちゃんならではの誰にもまでできない一芸、これは世紀末も楽しみです。